私は方言のデータを集めてるんですけども、それも昔はこう手書きでやってたのが、今はデジタル録音ができるようになって、まあ昔はカセットテープでしたね、それを全部デジタルに置き換えて、まあ途中からデジタル録音機になって、そしてパソコンにこう音声機を入力するというふうになったんですけども、方言のデータで公開されているというものがあんまりないんですね。でそれで私は国語圏に移動した時に、そのやっぱり方言のデータをたくさんの人が使えるようにしたい、それから地元の方がね、まず喜ぶわけですね、方言のデータが、コンピューターとか、まあいろんなマスコミでも、メディアでもですね、流れると非常に喜ぶので、まずなんか各地の方言のデータがみんなが使えるように、ならないかなと思って、で方言コーパスっていうのを作ったんですね。でその時に、方言を調査してこうテキスト化するのは、これはまあ研究者の仕事ですけども、これをコーパスにするのは、これはとても私の力では、人文系の力ではこうできないなと思って、そして国語圏で現代語コーパスを作ってる人たち、それから歴史コーパスを作ってる方たちに相談したんですね。そしたら随分助けてくださって、でコーパス検索できるところまでね、やっとたどり着いたんですけど、まだまだでもデータ少ないんですけどもね。だからその時に情報学の方に非常にお世話になりました。で重要なのはやっぱり検索できるっていうことなんですけども、今方言を検索するということが今のところまだできないんです、直接方言検索が。でそれは方言検索するには、方言を検索するための携帯解析辞書っていうのが必要ですけど、その共通語だと辞書一つでいいんですけどね、国語辞典は一つでいいんですけど、方言辞典って無数にある、必要なんですよね。ですから今そこでちょっと挫折してるんですけども、でも今のところは共通語の形態素解析辞書、ユニディックっていうのに依存して、まあパラレルコーパスの形で方言を、共通語を検索してパラレルに方言をヒットさせるっていう、まあそういう方法がいいんじゃないかっていうアドバイスを受けて、そういうふうに作ったんですね。だからその時に、まあ情報学の方にと協力したというか、力を貸していただいたのが最初ですね。何かこう共通の問題のところにこう違うアプローチの一流の人と一流の人がこう議論しながら取り組むと、それぞれの領域でやってたことを超えて面白い何かが生まれるっていうのはありますよね。はい、そうですね、最初の質問にもあったその社会課題の解決とか総合知というのに DH がどう役に立つのかっていう話なんですが、こう絵を描くと社会課題っていうのが、いろいろ環境問題とか地域紛争だとか、あと地方の活性化とか、木部さんの方言研究もこういうのに当然そうですね、関係するんでしょうし、ダイバーシティ&インクルージョンだとか、いうのがこうあった時に、おそらくこれこう社会課題、表面に見えてるのは氷山の一角で、その背後にこうすごく複雑な
相互に関係するたくさんの問題があって、で我々せあの大学や研究所の人間っていうのはそれぞれの分野の専門知で、この この背後にある問題がそれぞれ専門領域ごとにこうマッピングされて、部分的に普通の人には見えてない世界がこう見えてるわけですよね。で例えば先ほどの地方の活性化っていう時に、方言消滅危機にある方言をどうすればどうしなきゃいけないのかっていう、他の人が気づいてない問題がある。で、あるいは環境問題にしろ、地域紛争にしろ、それぞれの専門領域、人文学の専門領域、自然科学の専門領域、工学の専門領域で見えている世界があると。で、総合知ってこう一言で言うと、これをぐちゃっとまとめればなんか一つうまくいくんじゃないかという印象を与えがちかもしれませんが、おそらくそれは無理で、こういうそれぞれこう異なる見えている世界っていうのをもうほっとくと、これがバラバラで、あの最初の方のお話にもあったように、お互いに言葉も通じないというところで、我々 DH はここをこうつなぐようなプラットフォームで、言葉が通じないところの言葉の翻訳をするような機能だとか、あるいはこの境界、別の領域の境界にあるこうバウンダリーオブジェクトみたいなものを、みたいなものを取り出してこう見える形にして、この違う分野の人々のコミュニケーションを促進すると。で、この全体のこう異なる見方をこう総合して社会課題の解決の方法っていうのは、おそらく一つに定まるものではないので、うん、その、多様な解決方法っていう全体像をちゃんと俯瞰できるようにすると、うん、まあ、そういうことを目指して我々こう DH を使っていきたいと、うん、ですので DH はやっぱりあくまでも道具で、うん、でそれぞれの研究者がなさることは従来の延長上で、うん、従来の通り各研究者が自分の好奇心に基づいて知りたいことを知って、それを論文にし、で今後やっぱり論文にするだけじゃなくて、使った資料や考えたプロセスというのもここにこう使える形で残していただけるようにしたいと、まあ、そういうのがご質問にあった社会課題とか、総合知とか、と DH の関係と、うん、いうふうに持っていきたいなと、まあ、私自身のこれ夢ですけれども、はい、まあ、それをまあできるぞから一歩ずつということになると思います。あ、はい、あ、それはあの私は言語調査で方言調査で、あのいろんな地域に回っていると、あの堀さんおっしゃることは常に感じていることなんです。で、私は言語調査で入りますけども、で言葉だけ調査してもダメだなっていつも思ってます。で、あのまあ地域の活性化をね、どうやればいいかなってあのいつも考えるんですけども、まあ私はもう言葉のことしかできないので、方言を守りましょう。で、方言がもう価値があるっていう、これが地域の活性化につながりますからって言うんですけど、実はあんまり説得力がないんですね。それだけだと、それだけだとね、言葉だけだと。でそれがね、やっぱりあの地域にとって重要なのはやっぱり経済ですよね。経済の活性化で、その元になるのは人の、若い人のあのが地域に定住することですね。あのまあ、外から入っ、人が入ってくる場合もあると思いますけども、でそういうことを総合的に考えないと、言葉だけ頑張ってくださいって言うんじゃね、説得力ないなっていつも思いながら帰ってくるんですよ。だから本当に今おっしゃったことは、あのフィールドに行っていると実感することですね。で今やっと地域の、 あの多様性、地域の独自性とか、
他のところにない良さっていうのが、やっと見直されるようになりましたよね。なんか昔は一斉にこう東京か中央か、を目指して、地方はそのそういう中央と同じようになるっていうのを目指していたわけですけども、今逆にやっぱり地方独自の独自性とか他のところにない良さというのがやっと見直されるようになったので、それが今いい時期じゃないかなと思います。はい、そういうのをやっぱり地方の活性化やろうってこう旗振ってやるのももちろんあっていいと思うんですが、それぞれやっぱり我々研究者なので、それぞれの研究者のこう問題意識とか好奇心に駆動されて、そうですね、自分が考えてたこととは先生ちょっと違うフィールドに、なんかつながるなっていうのが分かると、そこから自然にこう生まれてくるんじゃないかなと思いますね。そうですね、そう思いますね。